数字で見る世界の14の真実。たとえあなたが統計に興味がなくても面白い事実が見つかるはずです。マクドナルドが1秒間に何個のハンバーガーを売っているか知っていますか？答えを知ったらきっと驚くはずです。ぜひチャンネル登録をして通知をオンにしてくださいね。最新の動画をお届けしますよ。ナンバーワン、天の川にある星の数よりも地球上の木の方が多い。地球上の木の数を数えるというこの大掛かりな調査を、たくさんのボランティア、環境保護団体、学生の協力のもと科学者が行いました。天の川の星の数については科学者が調査するしかありません。結果をまとめてみると、驚きの事実が分かりました。地球上には3兆もの木があるのに対し、天の川には4000億の星しかないのです。しかし忘れてはいけません。3兆なんて無限にあるように聞こえますが、毎年150億本が切り落とされているのです。そのため科学者は、この美しい地球を守ろうと環境保護団体に木々の保護や保全を引き続き呼びかけています。ナンバー2、ドイツの子供の人口は世界最小。年齢別人口分布を見てみると、ドイツでは14歳以下の人口はわずか 12% です。25歳から54歳までの人口の割合が最も大きくなっています。彼らは労働人口の要となっていて、ドイツの全人口の 40% を占めています。一方でケニアでは全く逆の現象が起きています。人口の 40% を占めるのは14歳以下の子供です。ですが、時とともにドイツの状況も急激に変わるかもしれませんね。ナンバー3、アメリカで一番人気はメアリーとジェームズ。アメリカでは1917年から2016年までの1世紀で、メアリーとジェームズが赤ちゃんにつけるのに一番人気の名前でした。およそ500万人の男の子がジェームズ、350万人の女の子がメアリーと名付けられました。次に続くのはジョンとパトリシアです。3位はロバートとジェニファーになっています。意外にもよく聞く名前でランク上位に入っていないものがありました。例えばジャスティンはなんと38位でした。自分の子供にはどんな名前をつけたいですか？下のコメント欄で教えてくださいね。ナンバー4、中国は金の共和国と呼ばれている。金の生産量世界一の中華人民共和国は、まさに金の共和国です。この10年間で中国は毎年およそ440トンの金を生産しているのです。言うまでもなく、中国の金鉱山業は国内外からたくさんの投資を集め、さらなる躍進を見せています。今中国へのチケットを取れば、明日には金を掘り当てられるかもしれません。ナンバー5、スウェーデンには20万人以上のカールソンがいる。カールソンって一体誰でしょう？そう、スウェーデンにたくさんいる人たちのことですよ。スウェーデンで3番目に多い名字なんです。1位と2位はアンダーソンとヨハンソンになっています。しかし3つの差はわずかです。20万人のカールソンに対し、アンダーソンはおよそ24万人になっています。スウェーデンに行ったら、出会った人にアンダーソンさんと声をかけてみるといいかもしれません。ナンバー6、過去1000年で地球の人口は22倍以上になっている。ある統計によると、西暦1000年の7月1日には地球には2億7500万人の人がいました。しかし2000年になると状況は一変します。地球の人口は60億人にまで達しました。そして今現在の総人口は70億人になっており、この数字は刻々と増え続けています。西暦3000年になったら一体何人になっているのでしょう。この急激な増加の仕方は異様で面白いですね。ナンバー7、生涯で歩く距離は地球4周半分。
どうやってこの数値を導き出したか気になりますか？一般的に人は1日に7500歩歩きます。そして平均寿命は80歳です。この情報に基づき研究者が計算したところ、人は生涯で約18万キロ歩くことになります。そして赤道に沿って地球を4周半すると、だいたい同じ距離になるのです。信じられませんね。ナンバー8、アメリカ人は1日4時間以上テレビを見る。アメリカ人は世界で最もテレビが好きと言っても過言ではありません。1日の5分の1もしくは270分もの時間、大好きな番組を見ているのです。次に続くのはポーランドです。ほとんどアメリカと変わりませんが、毎日264分間テレビの前で過ごしています。あなたはどうですか？よくテレビを見ますか？これがないと生きていけないという番組はありますか？コメント欄で教えてください。ナンバー9、誕生日が少ないのは土曜日。近年研究者が赤ん坊が生まれるのは何曜日が多いのかという面白い調査をしました。その結果、最も多かったのは木曜日で、 18% の赤ん坊がこの日に生まれていることが分かりました。次に多かったのは火曜日で、 14% の赤ん坊が生まれており、3番目は僅差で水曜日でした。そして一番少なかったのが 12% で土曜日という結果になったのです。なかなか面白い結果ですよね。ナンバー10、 90% のメールがスパム。シスコシステムズの報告によると、世界中で送られているメールのうち 90% がスパムです。一体誰がこんなにスパムを送っているのでしょうか？世界中のスパムのうち 18% がアメリカから送られており、最大のスパム発信国となっています。後にはトルコ、ロシアが続き、それぞれ 9%、8% のスパムメールを占めています。スパムメールには怪しいウェブサイトのリンクが貼ってあることが多く、パソコンがウイルスに感染してしまう恐れがあります。知らないサイトを見る際は十分に気をつけてくださいね。ナンバー11、働く母親が最も多いのはデンマーク。子供を持つ15歳から64歳の母親を対象に OECD が世界規模の調査を行ったところ、デンマークの母親が最も働いていることが分かりました。なんと 82% の母親が子供を産んだ後も仕事をしています。わずかの差でスウェーデンが後に続いています。5位までに入っている国はスロベニア、オランダ、オーストラリアになっています。一方で一番少なかったのはギリシャで、出産後に仕事をする母親は 50% 程度でした。ナンバー12、マクドナルドは毎秒75個のハンバーガーを売っている。世界中で愛されているマクドナルド、1秒間に75個のハンバーガーを売り上げていると言われても納得ですよね。世界中でどのメニューがどれだけ売られているかをリアルタイムで見ることができるサイトまであるんですよ。下の説明欄にリンクが貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。ナンバー13、アメリカでは毎日1700人が億万長者になっている。さあ、気になる統計ですね。アメリカの億万長者の数はまさに1日ごとに増えています。情報サービス会社のブルームバーグとボストンコンサルティンググループの報告によると、2020年までに310万人がミリオネアクラブに新規加入すると言われています。2010年から2015年にかけては240万人増加し、この勢いは止まりません。そろそろ私の番かもしれませんね。え、そんな簡単にはいかないって？そうですか。ナンバー14、ロシアよりもバングラデシュの人口の方が多い。日本の4割ほどの大きさしかないバングラデシュには、世界で最も大きな国よりも多くの人がいるのです。ロシアの人口は1億4400万人、一方バングラデシュの人口は1億6500万人です。この2つの国の大きさを考えると、この人口の差がすごいことだとわかるはずです。バングラデシュの国土は約15万平方キロ、ロシアの面積の116分の1です。バングラデシュは土地が非常に肥沃であるため、それだけの人口を賄うことができるのです。
さらに国中に張り巡らされている川もとても役に立っています。一番驚いたのはどの事実ですか？下のコメント欄で教えてくださいね。友達や家族にシェアして気に入った話について語ってみてください。チャンネル登録もお忘れなく。